どうもこんにちは、ヤマスン TV のヤマスンでございます。今回は危険物取扱者試験乙種第4類についてお話ししようと思います。私は第4類の危険物の試験を受けまして、一応試験には合格して免許を取得しております。でその際に使った資料なんですけれども、この2点2冊で、受験しました。この2冊をしっかりと問題をこなしていけば、まあほぼ間違いなく合格すると思いますんで、まあ参考にしていただけたらなと思います。して、試験合格率なんですけれども、私の受けた試験の時は300人番ぐらいまで受験番号があって、そのうちの大体100人ぐらいが、合格してました。なので、まあ大体30から35%ぐらいの合格率になります。で、まあ実際インターネットとかで検索しても、大体 30% ぐらい、 32% とかで出てるんですけれども、ただこれは要は試験をお休みしている人が入っていません。私が受けたその試験でも結構な数の人が試験をお休みしていたんですね。まあ、ですので、まあ50人くらいはお休みしてたのかなと思いますんで、まあ250人が受けに来てたとして、そのうち100人が受かったと仮定すると、だいたい 40% ぐらいなんですね。まあ、なので合格率が35とかじゃなくて、実際だいたい合格率は 40% ぐらいかなと、思います。して、まあ、あとこの、まあ、参考書なんですけれども、まあ、この2冊一応勉強はしたんですけれども、それに加えて、アプリの方で、携帯のアプリの方で、たくさんいい問題集とか、出てますんで、そちらの方を勉強してもいいかなと思います。まあ、今回の動画は、乙種4類の、まあ、このテキストの紹介になるんですけれども、まあ、いろんなところで汎用性の高い資格だと思うので、まあ、ぜひ皆さん一度は挑戦してみたらいいかなと思います。まあ、東京都ですと大体月に1回ぐらいは、1回か2回ぐらいは試験があったと思うので、東京で受ける場合だったらもう今すぐにでも応募できますんで、それ以外の県になると、まあ年間少ないところで2回とか3回とか、多くても1年間でまあ5回とか6回とかなっちゃいますけど、まあそういったところだったら、まあちょっとホームページでちゃんと調べて試験受けたらいいかなと思います。まあ、今回の動画はこれで終わりですけれども、まあ、ぜひ皆さん、乙種4類、まあ、受ける方、今から受ける方もそうですし、これから受けてみようかなっていう方は参考にしてみたらいいかなと思います。それでは本日の動画はこれで終わりにいたします。さようなら。